とにかくそういうわけでですね、セブンルール丸6年皆さんと共に、はい、やってきたんですけれども、終わりますということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。青木さん、いかがでしたか？はい、寂しいですね。なんか本当に僕この6年の間にもう結婚して間もなかったですし、それであとその子供も生まれたりとかあったので、女性のことを心理をこうちょっとは勉強できたかなっていうか、そういうのもありますし、本当にちゃんとすごい自分なりには正面から受け止めた、正面で向き合った番組だと思います。いろいろと勉強にもなりましたし、素敵な、自分にとってはとても素敵な6年でした。本当にありがとうございました。ヘルはどうでしたか？はい、自分が加入させていただく前からすごい好きな、見てくれてたんだよね。でもう加入できてすごい嬉しかったのと、皆さんが優しく接してくださって、自分のこのもどかしい、このなんだろう、20なっちゃんのかわいいな。いいよいいよ。21から24まで。21だったんだもんね。時期に皆さんと一緒にいろんな方の生活を見れたのはすごい贅沢だったなと思いますし、なんかセブンルールあっての今の活動だったので、これからどうなっちゃうんだろうってなんか不安もあるんですけど、なんかまた皆さんと仕事でご一緒できるように頑張りたいなと思いますね、はい、とりあえず、たまに飲み会でもしてね、ご飯食べて。元谷さん、いかがでしたか？私はそうですね、私も本当にだから初めてその6年以上前か、お話しいただいた時にやっぱり正直お断りしたんですよ、一回、怖いもんね。ちょっとわからないって言って、あでもちゃんと、でもやっぱりすごい熱い思いがあって、一回ちゃんと自分の中では不安があったんですけど、ちゃんとお話を聞いた時になんかやっぱりすごい熱い思いをぶつけてきてくださったことで、ちょっとやっぱなんかもう流れに乗ってみようと思って、絶対向いてないけどやってみようと思ってやったんですけど、で、なるべくその自分のスタンスでここに入れたらいいなと思って、結構試行錯誤実はしてて、ここの言い方、前半、前半特に本当に、で最後のようやくなんかつかめてきたなって思ったんですけど、でもなんか、そうですね、今やりきって思うのは本当最初にお話しいただいた時に断ろうと思ってた自分に対して、いや本当やってよかったよって思っています。本当に皆さんありがとうございました。ね、もう最後は T シャツを着ないぞというところまで見事に表現できるように、はい、私でいてよっていう現場素晴らしいと思います。ありがとうございました。はい、だんだんもう浮き上がってきましたね。本当だ、ぼんやり色も気持ちがね。カン君どうでしたか、やってみて。はい、途中から参加させていただいたんですけど、毎回収録は楽しみで、2週間に1回自分の中でいいリズムができていて、他の仕事にもいい影響があって楽しかったです。あと特番とかやりたいので、このままセットをやりたいので、そうですね、うちでもいいのでちょっと捨てずに撮ってほしい。特番まあ本当知り合いから本当評判いいんだよ、これ。だから5人でそれぞれこう持っとけばいいですよね、分散して。このエリア、これは多分毎回持ってきていただいてるんだと思う。分担して、7も5等分で思ったから、そしたら1人だけ外されることないと思うんで。7はね、あいつの7の先の部分がないからですけど、平気で先だけ作りますからね。平気で怖い。そうそう、本当ありがとうございました。ね、もう本当にそうですね、なんか地方に行ったりとかしてもみんな見てますって結構言っていただけてたのでね、残念なんですけれども、まあそうやってまたねちょっとした機会に
たまにやってみたりとかできたり、あとはまあなんか LINE もありますのでそうですね。あともうスタッフさんね、なんか非常にお世話になったのでありがとうございました。バイバイします。お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃめちゃ。わあ。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、嬉しい。ありがとうございます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 。写真でも撮りますか。無駄に撮りますか。女子、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 前列女子で。そう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 。はい、ありがとうございます。これまで283人に密着したセブンルール、その後が気になるあの人は今、昔はできなかったことが今できたりするんですけど、どんどん差が開いてる。セブンルール最終回。